うん、タイプ6もちゃんと抜けるね、このロッド。よいしょ。かもか。そういや、ウーいないね。ウーがいないところには魚がいない。最近そんな感じだよね。昔はね、ウがいたら魚食うからさ、あっち行けなってやってたけど、今はウがいるかいないかで魚がいるかいないかを判断してるもんな。よいしょ、よいしょ。さあ、かかってくれないかな。遊んでくれるニジマスさんはいないかなってね。よいしょ、ドカリュウメンド、岸側面倒か。こうなったらスーッとこう伸びた時にスッとね。わかるか。俺物の説明がね、長島茂雄タイプだから。よいしょ、言葉で説明するのって本当難しい。なんかそれ専用の言葉を作っちゃわないとね、なかなか難しいね、こういう流し方だよって。シンクティップを抜く動作ね、しっかり持ち上げてから、よいしょ。アンカーがちょっと後ろに行きやすくなっちゃうけどね、気にしない、投げられれば OK。 積極的にフライを泳がせる、アピールアピール、ほいほいと、ツイッチなんかもしてね。ツイッチで釣れたことはあるけど、ちっちゃいのだよな、大きいやつはツイッチで釣ったことない。実は何もしない方が釣れたりするんだよね。よくあること。ただし魚がいないことには釣れません。ね、魚釣りは魚がいてなんぼだからね。よーこーら、セット、入った。当たりませんな。流し方を変えてみようか。よし、普通の流し方。上流メンディングして送り込んでからターンさせると。はい、ここ来ない。うん、いませんね。いいよいしょのショット。うん、浅いな。急にそこから浅くなるか。ターンさせる位置をもうちょっと沖、岸から離して、うん、この辺でターンさせればいい。怪しいな、今のはなんだ。葉っぱか、葉っぱでした。さあ、
さあ、護岸の際やってみます。放流ポイント、パレットの杉山さんが言うにはね、ちょっと水が多くて下っちゃったっていう話でね、下の方がいいらしいね。まあとりあえずここから下っていきたいと思います。あれいいですね。来ないですね。なんだろうな、魚っぽいあたりがあったな。まあ、全くいないってことはねえだろうからな。この辺あたりあったけどな、ちょっとよれてるから石入ってんだろうけど、あ、気抜いちゃった。いませんですね、お魚さん。おー、当たった当たった。クソ乗らねえか。はい、下流にやってまいりました。でラインシステムをね、インタミのティップにして、でドロッパーシステムのウェット、これでね、この背と背の開き、狙ってみたいと思います。中洲の向こう側もね魅力的なんだけど、とりあえず、まあ、あと1時間か、とりあえず3時まで、頑張って釣りします。おっとっと、おいおい、そこ入るのかよ。まあ対岸だから文句は言えねえか。この背の中にいるでしょうか。いねえな。
うん、いいランになってるな、ここな。いねえかな。深いからちょっとインターミティップは失敗かな。うん、またタイプ6にして投げてみるか、後で。どうしようかな。どっちしてもちゃんと放流が本格的に始まるまではそんながっつりやらなくてもいいかな。まあでも流れが分かったから、うん、次回は上よりこっちの方がいいかな。うん、こんだけ深きゃな、いいな。うん、釣れそうな予感はするんだけどな。ウェットフライだからな、ちょっと流し方はさてに起こらないと。よいしょ。フライによってね、流し方変えないと。さっきヒゲナガ飛んでたからな、とは言ってもな、だから魚がいなきゃ釣れないっつうの。はい、よいしょと。アンダーハンドキャスターも、あ、変なループ。うん、いい流れだ。